ジロでイタリア2017は、ジロでイタリアの100回目のレース。サルデーニャ島のアルゲーロをスタートし、ミラノにゴールする 3572.2km のコースで2017年5月5日から5月28日まで行われた。第100回大会を記念し、サルデーニャ島からスタート。序盤の山岳賞争いでは、チェーザーレ・ベネデッティが勝利し、 第2ステージで、山岳賞ジャージを着て走る栄誉を手に入れた。ゴール前、集団戦闘に位置していたボーラトレインに、わずかなほころびが生じる。この動きで、ルーカス・ペストルベルガーが抜け出すことに成功。後ろからカレブ・ユアンやアンドレ・グライペルが猛追するも、届かず、ペストルベルガーは、大金星を挙げた。また、ペストルベルガーが総合、ポイント、新人賞の参賞、ベネデッティが、 三学賞とボーラが独占したステージとなった。第二ステージでは、スプリント時にユアンとフェルナンド・ガビリアが接触し、ガビリアはそのままスプリントを続けることができたものの、ユアンはペダルが外れてしまい、スプリントに参加できなかった。ステージは、グライペルが優勝し、マリア・ローザもダッシュ。続く、第三ステージ、クイックステップの往風分断作成によりかなり、 セレクションがかけられた戦闘集団でのスプリントでガビリアが優勝。マリア・ローザをグライペルから奪う。エトナイの頂上フィニッシュとなった第4ステージは逃げ集団からアタックしたヤンポランツが2年ぶり2度目の自力感優勝を手にする。メイン集団ではハビエル・モレノがディエゴ・ローザを恋に落ち者させたことがカメラに映りゴール後失格となった。ガビリアが遅れたことにより ガビリアのチームメイト、ボブ・ユンゲルスが、マリア・ローザを獲得。ヴィンチェンツ・ソニー・バリの地元メッシーナの周回コースでは、周回の勘違いで、ルカ・ピベルニクが、ガッツポーズを取るなどハプニングがあったが、ガビリアが2勝目を挙げる。第6ステージは、シルバン・ディリエが、マッチスプリントで、ヤスパース・タイベンを下しステージ優勝。第7ステージのスプリントでは、ユアンが待ちに待った。 ステージ優勝を獲得第8ステージは、ラストのコーナーで逃げ4名の中のバーレリオ・コンティが、落ち車するハプニングがあったものの、そのコーナーで勢いよくアタックしたコルカ・イサギレが、逃げ切りステージ優勝を果たす。第9ステージは、南韓山岳ブロックハウスへの頂上フィニッシュ。しかしこの日一つのチームが崩壊する。道路脇に止まっていたカメラバイクに、 ウィルコ・ケルダーマンが避けきれず激突し落ち車そのすぐ後ろを走っていたチームスカイは、ゲラント・トーマスもミケル・ランダーも巻き込まれてしまう。集団は距離的に待つことが不可能となり、スカイ抜きの最初の総合バトルが開始される。そこでナイロ・キンタナがアタック。ニーバリとティボーピノが反応するも、キンタナとの差は開いていくばかり。追走からは、ニーバリが脱落。 その後ペース走行でピノに追いついたトム・デュムランが二人で追走するも届かず、山岳初戦でモビスターの圧勝に終わった。落ち車したトーマスは、なんとか踏ん張って5分遅れに止めたが、すでに総合優勝は絶望的となった。急速日明けの第10ステージは個人 TT。一昨日の落ち車の影響を全く感じさせない走りで、トーマスが暫定トップに立つ。 TT を得意とするユンゲルスも、好タイムをマークする中、スタート前、総合3位につけていたデュムランが、圧巻の走りを披露し、ステージ優勝。トーマスを除き、総合争いのライバルたちから、軒並み2分ほどを奪い、同時にキンタナからマリア・ローザを奪取。第11ステージは、山岳コースとなり、山岳アシストであるケルダーマンを失った、サンウェブが注目されるも、デュムランは、 マリアローザを守る。逃げ集団のスプリントを制した、オマール・フライレがグランツールステージ初優勝を飾る。久々のスプリントステージとなった第12、13、ステージでは、ガビリアが2連勝。この時点で、リタイアしない限りほぼポイント賞獲得が確定的になった。偉大なるファウスト・コッピの出生地カステラーニアから、スタートした第14ステージ。 ラストの一級三角オロッパで金棚がアタック。対するデュムランはマイペース走行に徹し、じわじわと金棚との差を詰めていく。そして、金棚を吸収し、最後の石畳の直線で前を走るイルヌール、ザカリンをかわし、ステージ優勝。さらに、リードを広げることに成功する。第15ステージではラストにあった二つの三角で、戦闘が絞られ、スプリントでユンゲルスが優勝。 今大会のクイーンステージとなった第16ステージで、あの事件が起きる。一級三角の上りでデュームランが失速。道路脇に自転車を止め、便意を対処したため、集団から大きく遅れてしまう。ラウレン・ステンダムが全開でアシストするも追いつけず、結果、デュームランはこのステージで2分を失った。ステージ優勝は、下りで抜け出したニーバリと前を走っていたランダによる一気打ちと、 なり、金差で、ニーバリが優勝し、今大会イタリア人初勝利を挙げるも、イタリア人のステージ優勝はこの一つに止まった。第17、18では、逃げが決まる。それぞれツールで、新人賞を獲得し、期待されながらも、結果を出すことができずにいた選手が、復活優勝するドラマチックなステージとなった。優勝は、第17ステージは、ピエール・ロラン、第18ステージは、 DJ バンガーデレン。第19ステージはピアンカバドへの頂上フィニッシュ。今大会2度のステージ2位となっていた、山岳賞ジャージを着るランダが独走で優勝。メイン集団では、上りでデュムランが遅れてしまう。シモン・ゲシュケが全てを出し切ってアシストするも追いつけず、キンタナにマリア・ローザが映る。続く、第20ステージでもデュムランは遅れてしまう。 デュムラン抜きの5名でのステージ優勝争いで、ピノが優勝。ついに勝負の個人 t t へ。総合主位金棚とのタイム差1分以内につける。選手は2割、ピノ、そしてデュムランの3名。勝負はこの4人に絞られる。ヨスファン・エムデンがトップタイムをマーク。このタイムが破られないまま総合トップ4がスタート。デュムランは、中間計測では、 総合争いの疲労からか少しだけ遅れてしまうも、4人の中ではダントツのタイムをマークし、金棚へプレッシャーをかける。ピノはそこそこのタイムで通過したものの、このままでは表彰台から滑り落ちてしまうことに、逃げ張りも好タイムながらデュムランには及ばず。金棚は中間計測通過時点で、僅差ながらすでにマリア・ローザをデュムランに奪われてしまう。 デュームランはファン・エムデンには届かなかったが、ステージ2位でフィニッシュ。そして、金棚タナが残り 1km を切ったところで、デュームランの逆転総合優勝が確定し、オランダ人初のジロ総合優勝者となった。ありがとうございます。